お疲れ様スロットです。今日はこちらメガナイトオールブレイカーやっていきます。というわけで久々にねメガナイト使っていくんですけど、最近ですねちょっとロケット方式がまたなんか評価され始めてますかね。なんかやっぱ大型デッキ、まあ、特にゴブジャイマスカのゴブジャイが結構いるんですよ。ゴブジャイスパーキーね主に、はい、まあ、スパーキー入ってないゴブジャイもいるんですけど、まあ、あとはね、エリゴレもいるし、まあ、ラバーもいるし、なんかね、まあ、大型系、親衛隊とか、ババとか、なんかその辺に対して、なんかロケット星がやっぱ刺さりますよね。はい。っていうので、ちょっとロケ砲が評価されてますんで、まあ、ギリメガナイトロケをやっていけるんじゃねみたいな感じでね、はい、メガナイトがやや復活してき始めたんでね、使っていこうと思います。まあ、特別多いわけでもないですけど、メガナイトはね。うん、おお、なんかめっちゃ綺麗に振られてんな。痛い。なんだこのデッキ相手。ゴレか。なんか GZX みたいな名前の人たちはすげえゴレ多かったイメージあんな。石頭書いてるしな。一生石頭書いてるやん、お前。絶対ゴレやん。さあ、というわけで、なんかスケードラ、ベビドラ、ババはなんか、いやいや。嫌だな、なんか嫌なゴーレム来ました。はい、まあ、メガナイトね、ゴブジャイにもゴーレムにもメガナイト自体は弱いんですよ、本当に。だから最近いない。俺メガナイト大好きなんですよ。メガナイト大好きなんですけどマジいない。お、なんか飛びそう、熱い。でも俺ババでなんかロックとか回収されるとえぐいかな、苦しいかな、やめてほしい。よし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 、まあ無視でいっか。ギャングのサイクルっすね。そう、メガネだね、きつい、止まんない。大型が止まんないんですけども、まあロケット星で頑張りたいよねって感じですかね。もしロケ砲でどうにかしろっていうデッキです。おい、さあこれでもなんかロケコン残したいけどね、残んねえかな。おや、キング行かれてくんねえか。うわ、なんかすげええぐいの来そう、吐きそう。でもこのメガネちょっと強いぞ。ロケコ、うわ、残んねえのか、あんた。やばい。なんかいかつい。いかつすぎる、それ。絶妙に耐えれそうじゃない？うわー、ゴレクロだったんや。石頭。さあ、ロケット、星が強いのよね。まだロケコいなかったら、これは止まんないんでね。はい、マスケとか、マチャクイとかだったら、まあ多分止まんなかったんじゃないかなっていう。はい、まあロケ砲で頑張っていきましょう。さあレオさんね、一生頭おもろいな。ゴーレムの呼び方やろ。俺はこれ何にすればいいんだ。一生鋼キング。思いつかんない。一生爆弾小僧、そういうことよね。一生ホリホリ。さあ、まあ雑にねゴース咲いてミニペイ。いやね、ゴブジャイ率高いよこれ。ゴブジャイスパーキーだろこんなんも。レイジたまにねエリポン入ってるからね、ここでポンとかされると嫌ですけど、まあ嫌な雨でちょっと手玉回しかな。プリンスでもよかったけど。さあグッドゲーム。さああれですね、もうロケ方法で頑張るしかない。メガネとこれ止まっかな、こんなんで。これゴブジャにタグ取られるとロケコってもうそのまま散っちゃうんですよね。だからそれがね良くない。はい、終わる。ああれ、なんだこの一気弱くね。なんだこのデッキ、ちょっと待って、弱くね。これはグッドゲームやな、それは。
いや、まあまだいけるでしょ、まだいけるでしょ。よいしょ。でエレキでしたね多分。あれエレキだったよな。エレキ嫌だね。これエレキを後ろに向かせたらさ、ないかな。あ、まあカットン入ったけどみたいな。ミニペ強ー。うっ、あれロケコからではダメだったかな。ゴーストロケコみたいなね。いや、お前らに勝つために俺はロケット押しっていうか、環境がロケット押しになってんのに止まらんのかいみたいな感じね。あー、めっちゃ守ってくるやん、ちゃんと。マジゴブシャイが多いってなんかやだね。止まらん一個も止まらん。頼むってメガナイト、お前頑張れよ、もっと。え、待って待って、やばいやばいやばい、入りすぎ入りすぎ入りすぎ。これってそんな入る？ちょっと待って、ミスター、ディガー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 、そんなボールブレーカー入らないのよ。えぐ、終わる絶望きた。やばいやばい、ごめんね、あんまやめろよ。うえー、なんの多いやね。エレキ？うっ、ジジジジジブブー、ジジジジジジ、うー、ごめんなさい、ごめんなさい、止まらんやん。あ、いやね、これ。メガネとマジでね、限界突破してくんねえかな。限界突破すると、まあ確実にドッスンのダメージ強くなるっしょ。踏んだ時召喚時のダメージ強くなるし、 HP 増えるっしょ。で通常時の攻撃力増えるっしょ。でそれプラスの、まあなんか特殊能力出るわけじゃん。なんだろうねいかちいシールド持ってるかな。ダクプリとか親衛隊みたいな盾を持つとか、そんなじゃ足りねえよな。他のカードの上振れを考えられるとね。いや、もしメガナイトね、チンポコ野郎なんですよね今全然止まないやみたいなね。かわいそうすぎる。いないっすもん本当に。世界トップ200とかに全シーズンとか何人いたんだろうね。無理して使ってるやつしかいないですからね。かわいそうなこのメガナイトを私は救いたいけど救えない未来が見えている。さあヤリゴブ、マジアチャオールブレーカーですかね。コウモリだけりゃ、あー、いいキングギドーよ。それがまた素晴らしい。お願い、マジアチャのエイム次第。エイム悪いぞあいつ。うっ、エイム良すぎだろ。なんでやねん、俺が悪いって言ったからか。ゴースト、お前はエミーよ。うっ、ねえ。ヤリゴブリンいます。なので、まあ、俺ディガ行ったとってかな。お？カツン。カツン。さあ、まあ今回の相手には意外とゴーストとかが刺さるんで、やなめもね。悪くはないが、マジックアーチャーだけちょっと嫌ですかね。リガー矢で縛くか、メガナイトで踏むか。まあまあ。よいしょ。お？おや？おや？さあ、この、プリンスつけてもよかったんですけど、簡単に止まっちゃうかな。
まあこれはねもうディガー削りですね。私はほぼディガーでちまちま削って勝つ、まあ、相手もディガーちまちまなんで、さあちょっとエリアド取ったんでケツメガしてこの限界突破ロピコで頑張ってもらいたいが、やばい危ねえ、これ攻め穴埋めします、メガナイトを通す、ロキコ、うん、ロキコ行かれる、やばいやばい、でもディガーが入ってます、このメガナイトの盾のね、でロキコでチマル、いいよ拡散、あーめっちゃいいなそれ、それ抜きそうなんちゃう、やりこ分ちょっとね強いけど、それねウッドかロケコでダメージ狙いたいけどね、バレてるかな、バレてない、熱い、マジマジ1取れてくる、うっこいつだけ強すぎる、はおおハートで言っちゃった、うわー危ねえってか、そっちなん、そっちなんですよ、危ねえ危ねえ、いやまあゴーストちょっと良かったっすかね、まあこれユーノとかの方もあるんですけど、まあ、俺はユーノの方が好きっちゃ好きですけど、まあ親衛隊馬場とかなんか環境オールブレーカーとかそういうのを考えたら多分ゴーストがいいらしいですね。さあよろしく、おー早えな、7コス8コスぐらいでディガ飛んでくるやん、9コス開幕ディガーで、よいしょ、さあいってらっしゃいのナイト、おーもしえ連チャン来たね、流行りやん、強すぎナイトね、あ、違う、これポイズンのやつだ、対応早いね、マジエチじゃなくてヤリゴブコウモリのポイウッドオールブレーカーですね、ってことは今回相手俺のコウモリきついです、てかメガネとコウモリ組むだけで結構グッドゲームな顔してると思うんで、うーんやだな、ゴースト間に合うかな、それ間に合うんですよね、いいやりゴブだ、まあ、無理はしないと、まあ、結局ディガー削りなんでね、俺のデッキはメガナイトを刺すというよりかはゴーストプリンスは飾りです、あ内側でやってる、それやだな、ホームに入る、ずるい、ずるいのよ、ゴーストちょっと入っちゃうよね、めっちゃいいボモクやん、さあ、出だしからピンチ、まあこっからですね、こっからは俺の方が強いでしょ、あーそれずるいな、さあポイズン使わせた、あーめっちゃいいボーポイ来た、うまいな、さあいやまあでもちょっとずつねダメージ追い上げてるよ、まあ、ディガー削りが本命なんでね、
ヤナメはね、ちょっと取っとくかな。さあ、全然あります。コウモリ出すとボーポイしてくるっすね。えらいな、めちゃめちゃえらいな相手。うわ、勝った。マジこれ突破できないね、やばいな。そのポーズやったくね。うわー、あぶねー、あぶねー。ナイト硬くね。全然メガナイトなのに目がついてんだ。こっちはなんで弱いナイトに負けんの、抑えられんのっていう。あぶねー、メガやん、こっちは。メガ、メガ、メガ。バーバリアンとエリートバーバリアンがいるように、エリートの方が強いに決まっとるよ。なんで普通のババの方が強いね。おかしいだろ。いや、マジでね。そんな単純な話じゃねえらしい。メガついとんのになんでメガが弱いねんっていう話よね。さあ、エリクサーポンプ。ババエリポンはね、結構レアだよね。おー、エリポンゴレかな。さあ、これはエリポンを残したいが残させない、両サイド攻めのね、ダメージ稼ぎで撤退したいね。エリポンゴレですかね。まだこういうのにはロケット推しが刺さるよねっていうか、ロケット推しがいないと止まらないよねという感じのよね。プリンスカッツン行こう。行っとるっしょい。カッツーン。あ、でもこれあれか。ババで綺麗に抑えられちゃうかな。まあ、ローケコで。お。ライドラか。銀河起動してもいいけど、まあ、しなくてもいいか。どうなんだろう。しなくても良さそう。てかこの手だとしにくいね。エリポンか。おーい、さあ男のゴーレム。まあロケット奉仕で頑張りながら、俺ちょっとキング攻めちゃいます。なんかね、綺麗に守れないんですよね、俺ゴーレム苦手なんですよ。こうなっちゃうよく。で、またロケット押しで頑張る。あれ？こうやって止まってないの？え？止まるよね。
なんでこんな止まらんかったん。メガナイトが悪いのか俺が悪いのか、これどういうことどういうことどういうことですか。弱くね、このデッキ弱くね。おメガナイト大幅強化しろ、ゴコスにしろ、ドッスンジダメージ HP ってか、ナイトが、あメガナイト進化時あれだ、絶対移動時、移動時とか逆に戦闘時のダメージカット 50% ぐらいいる。だって止まんないもん。メガネで止まんないもん。あもう守らんやん。今日のお相手は防衛を知らない方が多いのかな。強いね。あーもうでもそれがいいよな。クララはって守んないが強いのがクララですよね。あーもうえら、俺の体育だけね、体育だけ芝居てくる。えらいな。本当か。よいしょ。うっ、吐きそう。わ、バルーン、バルーンないな。ディガーか。ディガー来たら無視だな。来てほしいな。あーよかった。守れません。守れません。守りません。ここは守るんでね。あーインドラかな。インドラいるとちょっと嫌だな。ババ咲いたんで、あーいいねそれは。あースケドラ来るんかい。やべやべー、負けそう負けそう、またまたなんか気づいたら37ぐらいで負けてそう。キングっすねー。でもこれえぐい今日レベチ。ババで来ちゃうか。耐えたい。うやだこんなし。いやだ。負けたくない負けたくないこんな。サーカスやんさっきから。マジでやばい、守ってほしい。え、おーマジでは。ちょっと待ってくれよおい。メガナイトがさ、こういう大型に勝てねえからロケット星を入れて今日やってんすよ。なのに勝てねえやん。勝てねえのかよ結局。
マジ何にもかてんやん。おいおいおい、大型おい止まんねえやん。限界突破ロケ号いるから止まるやろみたいな思ってるけどさ、思ってたけど足んねえわ。相手のナイトとかババもしっかり限界突破してらっしゃるわ。なるほどね。こりゃかわいそうですよ、メガナイトくん運営さん。お、珍しい爆撃ホグなんだけどアイゴレが入ってる。こりゃかわいそうですよ、ウエザーメガライトがどう考えても止まんないもん、何もかもが。おー、いいね、迫撃を使わせる。スケアイゴレミニペ、あれスケいたよ、陸バリカタやね。さほが一発、あれスケいなかったっけ、あ、動いたな。いや、スケもいんのか、やっぱ。のあごっすもんね。おわ、やっ。バカだ。マジバリカだよ。まあ、一回呪文チェックといきますか。呪文は教えてくれない。あー、ポイズンらしいです。ホグポイズンね。まあ、雪とかあんのかな、そしたら。マジで何も止まんねえなこのデッキ。よいしょ、いってらっしゃい。あー、ちょっときついんじゃない。キング起動がね、えらいね。いや、コウモリはみ出てるね。よしよし、はみコウモリ、はみコウモリ。いや、ちょっと残ってんのやだな。よしよしよし、原型プロ結構熱いね、これ熱いね。あー、メガナイトあんま行かないとしかったな。いやー、ロケ結構熱いんじゃないこれ。めっちゃきつそう相手。うぃ、いやーマジ高回転にね、ちょっと強いね、大型にちょっと戦いたいんですけどね。いやー気持ちいい、これよ。俺がしたかったのはね、これなのよ。やっとできた。